作らせて、タスクライク、はい、あそこから2ヶ月そこから2ヶ月9だね、9ここ制約で6って、おー、あと制約の中で、もうあなただから決めたよとかって言われると、あ、おはようございます。ここめっちゃ声でかいじゃん。ちょっと早いんですけど、いいですか？すいません。これは、うん、見えんな。ずっと俺もやらないと。見込める内容が具体的に細かく書いてあったから。まあ、外壁目地ですね。こちらの方は、まあ、全部やるの、まあ、やります。塗装やんないの？塗装は、はい、今回は。いや、やりましょうよ。頑張ります。僕、値段ほんと頑張るんで。いや、塗ってください。お願いします。本当に15年、雨漏れしたら、僕のここ土下座して、動画回して謝ります。ちょっと、みたいな。みたいな。ダメ、そんなの。いいじゃん、広い。ダメ、ちゃんと待って。ダメ、難しい。ちょっと揺れるぐらいの方がいいんだよ。人が撮っとる感じの方が好きなの。で、そのリアル感、その目線になる。喋ると目線になる。それはやっぱ没入感です。自分の目線にこうやってる方がいいんですか？難しい。はい、2本目最後、ちょっとね、俺ちょっとなんか今からやっていけるのがお前なんていうの、はい、で俺ね、今日はね、作らしたトストライク、はい、なんと主役、今までうちの YouTube 見てるとこいつがなんかやめてけとかこいつにこいつがいないところで言っとるやつもあるな、そういうやつもあるから、確かにあそこから2ヶ月そこから2ヶ月、3ヶ月です。3ヶ月です。はい。で、商談結構何本かやってるの？商談そうですね。3本目。9本。9本。はい。で、全然決まった。まずもうご制約で6って。おー。あと1件が。すごい。すごい。上司がないじゃん。うん。2年間こいつをビビらせて、俺が来るんだ、お前またあげ、こうやってやって、やってやらして。うんうん。やった途端にパパパって決まるんだから。うん。上司が。そうだ。どう思う？そうっすね。結構会社員だよ。そうっすね。だから今、アルバイトっていうか、会社に勤めながら、はい、ちゃんと話して、正式に辞めますそれも仕方ない。自分で会社見ないと辞めないと、2ヶ月前に行って。はい、だからこの2ヶ月だけじゃなくて、その先も、はい、まあ、例えばお前のこと言うと聞くから、週1回でも2回でも来てくれと。あなたがね、回りませんって、うちの会社。自分はね。だからそいつに思うでしょ。ダメ上司でも、お前がダメなんだ。でも難しいですよね。それでもしやらせて潰れてく引く人もいるわけじゃないですか。いや、その多分やらせたって理由が分かんないけど、なんでそのやらせが、まあ、契約決まんない。契約決まんない、まあその自分が言った方が決まるかなと思う。よく思うんですよ、簡単なことばっかりやらせると仕事って面白くない。うんうん、案外ちょっとかで負荷かかるから楽しい。そうそうそう、逆に今めちゃくちゃ本当にさっきの動画で言ったけど、いいのが変わったじゃん。そうするとやめるしかないから、面白しがあったのかね。そうですね、今一番楽しいから。はい。もう僕一人で行ってるんで、お客様との会話とか、うん、だったり、その制約の中で、もうあなただから決めたよとかって言われると、やっぱり、また、本当に工事、いいものを提供してくださった。はい。はい。やばい。またー。うわー。美味しそう。おお。めっちゃいい匂いする。俺はあんまり宣伝したら、ほら、宣伝ダメなんですよ。この相手動画で言うと、すごい。すごい。うん、ね。そう、人来ちゃう、人来ちゃう。そうなんですよ。お客さんもこれじゃ。私一人で対応するって聞かれない。めっちゃ美味しそう。まあ、一回現場行ってみよう。まだけど、こうするとお客さんの動画を喋ってるから、僕、すごい興味ある。よし、次、現場でお会いしましょう。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 そう、出た時にバレちゃう。うんうん。あ、おはようございます。ここめっちゃ声でかいじゃん。ちょっと早いんですけど、いいですか？すいません。ぽいぽいぽい。すいません。カメラ回ってるけどいいんですか？カメラ回しちゃって大丈夫ですか？カメラの方。ありがとうございます。今日はうちの社長も来て、撮影。こんにちは。カメラマンが。こんにちは。すいません。
すいません、本当に今日はありがとうございます。はい、聞いていただいて。今ちょっとお母さんも帰って。あ、奥様どうも、すいません、お邪魔します。ありがとうございます。突然申し訳ございません。YouTube とか見られないですよね。うん。ちょ、YouTube やってて。結構、すごい、20万人フォロワー。あら。21万人。21万人はい。すごいじゃないですか。すごいっすか、うん、で、これで結構見て、仕事来るんですよ。ちょっとね、はい、YouTube 見て、で横浜に出して、もう今3年ぐらいですけど、でなんかこっちが営業でどうですか。でしかもこれは2年間ずっと俺がもうやめろって言われて、そうなんだ。郵便局で初めて会ったのよ。ピアで新聞の広告で、はい、それで見て、あでこっちが担当したんですよね。そう。なんで相見つ取られんかったんですか。相見つも相見つはもう何件も取った。めっちゃ取ったんですか。3社ぐらいかな。で、なんでこっちで決めたんですか。見積もりの内容が具体的に細かく書いてあったから、はい、それで。おー、金額はどうですか。金額はまあまあです。もうちょっと安ければいいよ。で、どこが。え、雨漏れっていうのは、ね、主にやっぱり窓周りのシーリングがやっぱりのシール切れてたりとかで、そういったところから。前回塗り替えて何年ですか。一応ALC の外壁になるとこういった、まあ、シーリングがあるんですけど、ちょっと見ててこういうふうにひび割れがあったりするんですね。こういったところから雨漏れがしてきたりします。だったりこの窓のこのサッシ面台っていうんですけど、こういったところのシーリングの割れなんかからも雨漏りが発生してくるので、まあ、今回ちょっとシーリングを新たにちょっと施工させていただくっていうような形になってます。これは別の色で、お客様の方でさっきみたいなこういう風なひび割れとかを、まあ、これちょっとシーリングなんですけど、外壁の方でもこれってひび割れしやすいんですよ、 ALC なので。それをお客様自身が、まあ、シーリングか何かで補修したような形になってます。こういうところとか。前回塗り替えって何年ですか。6、7年もっと前。え、何でしょ。10年かっこない。おいくらでやったんですか。え、おいくらでやったんですか。安いとこ80万安すぎる。全部うちに多分150万ぐらいですよ。本当にもう本当にもう。いや嘘じゃない。ただ僕パッと見てもうすぐ最初に分かった。雨漏れしてる。これシール何もやってないの。新築のまんま、うん、そうやってないです。これでも全部うちメーターで本当に500円600円ぐらいだ。今 ALC だったら600円ぐらいかな。メーター割れが入ってるんでしょ。割れが入ってるし、もうこれもう本当何もやってないです、うん、打ってないです。これ多分自分で後でやられたんですよね。これはね、立ったところでやったんだけど、はい、立ったところに塗装頼んだんですか。うん、これね、塗装、塗装されてる。あ、補修を、うん、これでも後ですよね。塗装した後ですよね。いや、これを絶対やらなかったんですよ、うん、やってくれんの。もちろん。いや、逆に僕本当名古屋で昔これ名古屋の、はい、名古屋から、あ、名古屋から愛知県、標準語じゃない。僕はもうぶっぱりの標準語。何をやるの。基本的にはシーリングですね。目地、まあ、外壁目地ですね、うん、こちらの方は全部やるの。やります。え、塗装やんないの。塗装は、はい、今回は。いや、やりましょうよ。うん、いや、シールと何で色変わっちゃうじゃん。あ、似たような色のトナーを使って。やだ、変えないわよ。タッチペイントね。色は変えない。タッチペイント見たの。タッチペイント、ね。いやー、絶対塗装した方がいい。え？塗装した方がいい。色変えない。いや、これ、メチ全部色やったら、ツヤが全然違うから。うん、何色？いや、同じ色でも、絶対、うん、材質が違うじゃないですか。あ、そう。うん、だから、せっかくシール打つのに、僕これ営業じゃないですよ。だけど今日不思議とこれマジック今日契約しちゃいますよ。せっかくシール打つんですよ、うん、それゴムなんですよ、うん、ゴムを外に放置するんですよ、うん、一応外用です。で10年以上は持つって言われてます。10年ぐらい持つって言われてますけど、これシール打ちますよね。塗装するじゃないですか。もう20年でも30年でも、うん、だって輪ゴム家に置いといて10年経っても輪ゴムの機能
蓋しますよね、うん、だけど輪ゴム外に10年置いてはどうなります、うん、1年の瞬時にボロボロじゃないですか、今さ輪ゴム弱いよねまあ最悪ご予算がないなら本当は屋上なんですよ、 LC は一番大事なのが、うん、だけど予算ないならせっかく足場でいくらするんですか、うん、30ぐらい高いわ、安くしろ高いわ塗装してください、でこれ本当にもう法律変わるんですよ、うん、これ今1メートル幅以上は本足場、まあ、それから法律変わるんですよ、本当にもう本当に30万でできんくなる足場が、で違法な会社はやる、うん、インチキしてればこれからはもうなんで戸建てもトラック2台でいかなかったんです僕ら、本当にまあ、80万プラスですけど、頑張ります。僕、値段本当頑張るんで。いや、塗ってください。お願いします。んだから、いくらするの塗装で、まあ、あんまり言ったら僕も。予算があるで。でも、本当、一舐めしますわ、僕。本当に。10万引き。で、まあ、塗装うちの定価多分80万で、もう、でも、仕入れなかったら80万で売れるんちゃう？もう、仕入れが入っとんだから。シールでいくらやっとるの180ぐらいメーター、はい、じゃあちょっと高めは高めだな、確かに、うん、高め、いや塗装がない分です、あほんなら頑張りますよ、うん、70万でいいんじゃない、塗装プラスで70万本当お値打ちですよ、じゃあ僕価格ですよ、うん、でシールが本当に150円ぐらい引いて、でこれで何メーター、600メーターぐらい、600メーター、うん、プロじゃないですか、うん、こう見えても16から職ですよ、パッと見てこの玄関先見ただけで600メーター、この男がなんとなんと70万円はい来たいや70万本当にお得です、うん、でうちは本当に塗料もびっくりするんですよ、あの普通の塗装屋さん見積もり一回取ってください、うん、あの水性しか売らないですよ、うちはシリコンとかでも2液って言って1液だと、まあ、シャンプーリンスシャンプーインリンスとシャンプーとリンス別ってどっちがいいですかって言ったら別々じゃないですか、うん、で僕らの使う塗料っていうのは本当に現場で硬化剤っていうのを混ぜるやつなんですよ、うん、それ何かっていうと普通の塗料っていうのは塗ったら空気乾燥で固まるんです、うん、僕らの使う塗料っていうのはこのその2液剤っていうのを入れるからもう防水剤と同じなんですよ、うん、もう中から全部固まるんですよ、うん、僕もほんと15年塗装やってるんですけど、うん、もう塗料めちゃくちゃこだわってますよ、うん、で塗衣とかも全部これ塗るのも1液じゃダメなんですよ、すぐ発色が落ちるんですよ、うん、だから僕ら塗衣とかも油性の2液使うんですよ、うん、僕らが本当に10年15年持つ塗料、本当に15年雨漏れしたら僕のここ土下座して動画回して謝りますその代わりシール多分材料を、うん、それ安くなるとかじゃないです、塗料が乗るんだったら変えれるんですよ、もっと持つやつ、うん、これ多分あれだろう、編成だろう、そうです、編成はいいんですよ、まあ、別に悪いもんじゃないです、高いですし、うん、編成シリコンというのとウレタンというのがあって、うん、僕らこの上から塗料を乗せれるならウレタン剤を使えるんですよ、うん、そうすると弾力の持ち物全然違うし、そうするともうここ本当にびっくりするモコーってなるんですよ、うん、で上から塗料を乗せる、そんなもんにシールに色粉なんか入れたら不純物入れるんですよ、持ち悪くなるんですよ、本当にオレンジなんかでシールなんか打ったら本当はあかんのですよ、これをこうプロで動かしてください、ね、あの雨漏れだけっていうところで、そうですよね、うん、だから無駄せんじゃないです、やめたからですよ、だったら本当にもうはしごで補修だけしまって1年2年待つか、まあ、せっかく契約したのにやらないもったいない、うん、足場だって30万ですよ、本当に30万ぐらいかかります、足場でも、うん、ね、修理をのあのそうですよね、絶対もったいない、予算があれば、うん、奥様いいですか、じゃあ塗装するってことで一回見積もりだけ見立ってください、で、まあ、頑張ったやつ入れてくるんで、でも本当に絶対いいんだ、まあ、どうですか、もうこれの対応は良かったですか、ああいいよ、本当ですか、よくなってます、何社取って、私もね、業者を昔扱ってますから、はい、わかります。おお、本当に良いこと言ったんですね。案外使えるなみたいな感じなんですけど。今日お天気だからね。ああ、いい良かったですね。例えばですけど、50万プラスだったら大丈夫ですか？本当。はい。その代わりちょっとあのこれとこれとこれは削らしてっていうかもしれないです、このこっちの窓と、うん、
そこから予算50万で壁はもう絶対塗れるんで、頑張って、まあ、予算下げて、でどこまで50万だったらやれるっていうところで、こういう感じで提案出しましょうか、そうですね、というわけでこっちになんでもなんか俺はもうこの玄関先は塗ってほしいな恥ずかしいすいません、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ジェリー、お疲れ様です。お疲れ様です。なんだよ、はい。はい。おお、営業教育動画みたいな。ね、なんか、うまいじゃろ、これ。うまいです。うまいやん。専門的で。本気で言ってるし、うん、説明もわかりやすかった。わかりやすいよな、うん。俺思うだろ。うん。ただ、ただ、圧が強いだけじゃないよ。うん。コメント欄は絶対、こいつ圧強いだけじゃん。説明わかりやすいだろ。わかりやすいです。ああってなっただろ。うん。シャンプーコンディショナーとか。そうだろ。これでも営業の人だったんだけど、でこいつなんか難しいこと言うじゃん、うん、ちょっと一生懸命お客さんがグー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 とか言ってやばいわ、久々のグーさんしゃべったテンションめちゃくちゃだったわ楽しいな、やっぱな、はい、ってなお客さんしゃべって、まあでもいいんじゃない、はい、まあでもそれがお客さんにとって絶対後で喜ぶ、これ本当にあとでやらないのしかやばったの1年後に言われるじゃん、ああそうですね、で営業は大したことないもん、はい、それマスイチと同じじゃん、逆にお前も下に同じことするわけやん、マスイチが優しいって思わんわけ、お前も同じことしたけど、はい、お客さんにちゃう、そうですね、わかりやすい、はいわかりやすい、今でもそういうことだよな自分もお客さんに言いづらいから、あお客さんの言った通り出した方が契約もらえるからで出しちゃうっていうね、でもまあ評価高いよ、よそより、うん、安く出したわけじゃないわけだろ、そうです、まあ、正直高いです、60円高いよな、まあでもテープ打ったりしなかったな、でこういう提案しとるやつも優秀だろ、うん、多分会社で、そうですね、お姉さんも絶対ダメだよとか言ってるやつとかな、多分ダメだもん、じゃあダメじゃないことダメって言ったからよ、はい、自分の利益の話じゃなくて自分の利益のために高いもの売るとかないもんですから、そうっす、別にこっちの方がいいでしょ、そうもういいんだよ、もういよかったで、お前何やら入り口で、そうそう、俺一番最初に思った言っとんじゃん、あ、おさらでございます、めっちゃ声でかいじゃん、すいません、ちょっと早いんすけど、いいですか、すいません、ぽいやん、ぽいぽいぽい、ありがとうございます、どうも、今日こんな感じで喋るなら俺今あれやろ、俺とお前にとって喜びたくなるのって、すいません、もうキャラめっちゃ良かったじゃん、いやどうも、はい、いいぞエロエスみたいな出せんならお前会社でそれ出せよ、マスイチ、俺が仕事だろう、はい、俺もだってキャラ作ってるよ、お前らお前らキャラお前ら自分出すわけじゃん、なら家ではぼーっとしたいとか一人になりたいって思うんで、俺がお前一人でテレビで「ええー!」ってさんまさんじゃねえんだからお前そんなんじゃわけじゃないだろ普通の人間、はい、偉くないぞ、なんかグッズドライゲームだってやったのこれだろ、はい、まあお前もそれを主催者でだって あれだったら提案していけるじゃん、思ったの、私も思いました、えどうしたんだろうとガチャっていくれと思ったよねいいじゃんそんな声出るみたいな、うん、あでもあれだら決まるわ、うん、でそれ会社でそれパフォーマンス出さんと、はい、でそれはお前がだって理想とする人物なんだよ、そうですね、はい、なんで今理想とする人物、はい、じゃあ321ってそうだろ、はい変わってない。なるほど。それが一番人生ダメなの。よかったよな。すごい良かったです。あ、これは評価良かったですね、うん、お客さんから、うん。これは売れるわと思ったよ。本当に。はい。だからちゃんと案外言えること言ってるだろうなって思うし。はい。じゃあ横浜今日はこれで終わります。中で帰ろうと思います。はい。はい。あれはちょっと動画カメラマンどうやりそう。楽しいですね。本当だよ。固定してるんです。初めてなんでね。ちょっとおっぱいだけパッと入れてテンション上がんないですか。撮影に影響を。それはちょっと面白いことですか。視聴者の名台詞。名台詞。え、チンコ出しておきます。ちょっと違いますね。死んねえな。キャラ設定がちょっと。下ネタにいいですって面白くないですか、うん。そうだね。裏がきついけど下ネタ出せないよな。結構。俺あれ下ネタじゃないの。キャラしいだけだもん。せーの。またねー。横浜、ちょっと面白くなっていいなんで、また近い時期来ると思います。お願いします。お願いします。